どうも、おまっとさんでした。ヘアチロです。本日、ライオンズは、オリックス・バファローズと戦って、4対1で、負けました。負け方です。はい。もう、皆さん慣れっこですよね、もうね。ここまで来たらね。もう見えてたでしょ。ね。もう2連敗して、あ、今日負けて、あ、3連敗だっていうね、いう風にね。しかしですよ、今日、源田壮亮、復帰試合。ライオンズ先発、松本渡る。3回表に、杉本らを、こちらも、今日復帰試合でしたね、杉本らを、復帰試合。先制ホームラン、センターに先制ホームランを叩き込むと、続く、エチャノにデッドボールを与え、クレバヨシに、ツーランホームラン、オリックスバファローズ3点先制。もうこの時点で、ライオンズファンの方々は、あ、今日もか、今日も、負けか、みたいなね。なったんじゃないんでしょうか。もうムード最悪ですよね。うん。もう源田が復帰しても関係ない。源田が復帰しようが。ね。関係ないんですよね、結局。その後エラーしちゃうんだもん、源ちゃんも。復帰早々、タイムリーエラーしちゃうんだもんね。その後、源ちゃんまたタイムリー打つけど、復帰後タイムリー打つけども。まあ、4対1と。もう今のライオンズにとって、もう焼け石に水ですよね。3点差なんて、どうやったら追いつくんだろうと。オリックスの先発の山岡くんも素晴らしいピッチャーです。がしかしね、もう山岡くんがどんだけいいピッチングしてもしなくても、ライオンズ、打てませんからもう誰が出てきても抑えられちゃうライオンズ打線。なんなんだよ、こんなに弱いライオンズ。2021年だって、もうちょっと強かったイメージあったな。弱え。どういうことよ。まあ、オリックスさんも強いですよね。これで4連勝ですか、オリックスさん。ライオンズに、また貯金を作る感じですか、オリックスさん。ね。もう、いつセーブ、いつセーブグループ、銀行、もう、立ち上げた。手広くやるな。セーブグループさん、手広くやりますね。銀行事業もやり出しましたか。いや。参りましたね。ちなみに僕はですね、今日は仕事でして、昼からのね、仕事でして、終わったのが8時半過ぎだったかな。あ、今日父親、そういえばどうなってると思って、スマホパッて見たら、ね、4対1、試合終了。早い試合が終わるの。もう察しますよ。あ、どうせライオンズの攻撃、すぐ終わったんだろうなって。そうですよね。もう3安打しか打ってないですもん。今日も負け。無事3連敗と、いうことになりました。ただ皆様、3連敗1勝、3連敗1勝と来てるんで、明日は勝つはずです。明日観戦行かれる方、おめでとうございます。また例によって、明日も僕仕事で、生配信ができないので、勝てるんじゃないかなと思いますよ。悲しい。俺が生配信すると負けるっていうジンクス、悲しい。まあ、ちなみに、今月いっぱい、ちょっと僕生配信の方が、仕事でね、ちょっとできなさそうです。ちょうど夜勤があったり、昼間仕事だったり、デーゲームとナイトゲーム重なったりで、生配信が全くできません。すいません。はい、したところでね、負け試合見させられるんじゃ、しなくていいか悲しい。はい、というわけで、今日の動画はこれで締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお待ちしております。インスタ、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。レオ報道会できるかな、楽しみにしてますわ。さよなら、ライオン。I take to the ball game, チケットは取ってるんだ。I take to the ball game, 君が勝利の女神さ。